ポケモンカード1000万円購入、これでいいと思います。これこんなになってんの今。あ、そうそうそう。750万750万これやばいって。どうやさまちゃん、ウーマナイザーっていうワードでニヤッとする女は気をつけながらや。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちゃんと挨拶できない、ごめんなさい。あの、よろしくお願いします、ラファエルです。よろしくお願いします。ハロー、こんにちは。ニハウ。シェイシェイ。ということで、今日なんですけど、クロームベースさんの方に来てます。はい、もうね、ヒカルさんから1億円借りた僕は、はい、借りたとかももらってます、正直。いやいや、借りたでしょ。本当申し訳ないです。本当に、ね、なんか出資方法どうのこうの言うから、もうじゃあ分かりました、もらってます。まあ、なんでもいいんですけど、あのね、それでね、ちょっと僕ね、やりたい企画があったんですよ。やっぱりやりたいのは、ポケモンカード1000万円購入、これやっていきたいと思います。うわー、これやっていきます。やっぱりポケモンね、僕も真似して買わせていただいてます。で、はい、だんだん魅力に気づいてます。子供も喜ぶ、家族もいいし、で、価値が上がりそうなものを保管しとく、5年後、10年後子供が使ってもいいし、僕が、まあ、そういう投機目的で売ってもいいし、自分のコレクションにしてもいいと、まあ、そういう中でですね、新しい投資なんですよ、はい、投資っていう風に見てもね、うん、いや株って会社が潰れたらゼロですけど、ポケモンコードは潰れるはないじゃないですか、価値が下がっても。ということで、二足三毛になってもお金になるっていうことで、まあ、ちょっと面白いなと思って、でやっぱ子供とも家族でできるのこれ一番、ぜひカジサックさんにも、ぜひお金にもう目がないカジサックさんにもぜひこれやってほしい。ということでね、まあほんまに一番投資の目的で言うとね、すごいものやポケモンカードなと思いました。うん、ということで今日なんですけど、またクロブベースさんで、今回1000万円で、最近強盗多いです。だから今回からもうカードで買います。今までね、YouTuber 冷静に考えたらなんで1000万持ってこなあかんねんと。なんか思えへん。確かに。そんなもう神崎がさ、ハングルの連れにさ電話しても一発終わりよ俺。な、今日行くでって待ち伏せ CI と1000万持ってくんねんからな。確かに。ということで今日はカードで、はい、カード持ってきました。いやー、どんな商品が揃ってるのか、ね、1000万だもんね、やばいな。でまたね、聞き聞くのがね、ここの女の子がね来た時にね、あらあらすいません、さっきちょっとおトイレで向こうのバーのスペースあるんですよ、はいはい、コーヒー買ってきました。これなんですよ、見てこの女の子選んでくれそうな甘いこれほら、はいはい、こんな色の俺ブラックしか飲まれへんの、ダイエットしてるいてんねん。飲まれへんか、甘いの。確かに甘いな。ねえ、言われへんの、カットしといて。ということでいいですか、はい、こんにちはーす、お世話になってます。すみません、なんか先ほどコーヒーもいただいて、あれね、何気が利く、すみません、ちょっと飲ませていただいていいですか、すみません、飲みましょう。いいね、甘いな。甘いな、これ体悪するぞ、あぶねえ、これ体悪くする。うわー、これですか、これです、やば、前回これえぐいぞ、前回1000万って言われたんで、ちょっと用意できるかも、ちょっとすごい。これこんなになってんの今。そうそうそう、この間当てたやつです、これ。え、僕が100万円で100万、ちょっと映像流してください。いきます。はい、マジか、やば、え、これあれじゃないの、え、嘘や、やばい、え、マジで、え、嘘、ちょっと待って、嘘や、え、来た、ソフラの話が来た、マジで、え、いや、ちょっと、そう、え、これ、ここ下がっていいの、ここ下がっていいの、え、やば、これじゃあ何、もう、1個しか入ってんの、あん中で、え、これが、え、やば、マジで、え、やば、いや本当に熟知で行くって思ってなかったです、マジで、これやばいっすよ。デジェ今どんな気持ち、どんな気持ち今、いや、赤字ですね。マジで、これいくらでしたっけ、これ販売で言うと大体、大体浜田の300いくかいかないかぐらいです。買い取りでも230万。ちょっと待ってくださいよ。やばいって。何言ってんの。そう、その映像の100万円のオリパの時に、引かせていただいたやつが、え、当時280万って。そうですか。買い取りがあの時200万ちょいとお伝えしたんですけど、つい先日買い取りが200万になりました、こちら。やばすぎ。やばいぞこれ。すげえ。でもこれヒカルさんこんだけ持ってるんですよね。そうですね、結構持ってると思います。全部持ってんちゃうかな。ヒカルさん持ってるよね、そんなレベルやな。はい、ワンツー全部持ってるっすねこれな。はい、いやー、すげえな、何これ。
なんかムンク展ってイベントがあって、その時に行った時にもらえるカードなんですけど、はいはい、それが55万、はい、そうです、55万なんですよ、それが。そう、マジでどうしようか。いや、今日はもう1000万円使うということで、はい、僕ちょっとパトロンがいましてね、もういくらでも〇なしで1億2億貸してくれるから〇なしやね、最高のパトロンやで。ご飯だけたまに行かなあかんねん。あ、たまに、ね、たまに行かなあかんねん。薄すじの愚痴聞いてます、それで。いや、ほんまに、すげえ。これが1000万ですもんね、全部で。そうですね。それぐらいですか。まあ、1000万は超えちゃうんですけど、全部買われる。これが入っちゃうと。そうですね。そいつがおるか、こいつが。この中でレアで言うと、これはいわゆるプロモ。それプロモです、はい。それ以外はそうじゃないの。プロモとかも全然あるんですよ。これとかもプロモなんですけど。それで言うと、これもそうか。そうです、はい。あとこれはあの争奪戦っていう戦いで優勝した人がもらえるカードの PSA10 なんですけど、ちょっと待って、もう全部10万超えてくるやん。え、5万台とかないの？5万台とかあんまり。これが10万唯一下回ってるの、これぐらい、これとかこれぐらい。なんかラファさんにあんまりちょっと安いの出しても失礼かなと思って、最低限のやつ並べてきました。1億かかるじゃなくてそうですか、全部10ですか、 PSA10 全部10です。ただあのこれを見てお気に召さなかった場合のために、え、ちょっと別の用意してあるんですけど、なんすか、これもこれで十分ですけどね。これ以上何が出てくる、どんなどんな、ほんまに怖いです、ほんまに怖いです。出していいですか。なになになに、え、何が、そんなん、じゃあちょっと、え、出してもらって、俺っすか。おぉ、え、これはリーリエ、リーリエ、はい、おぉ、これはリーリエ、あ、これエクバリーリエ、これの上位互換、え、750万、嘘、マジでやばない、え、ちょ待って嘘や、ちょ待って、これ袋を触って、袋の目から触って、え、これやばない、いや、やばすぎ、ちょっとこれやばない、やばすぎ、750万これやばいって、え、ちょっと怖い怖い怖い、初めて、え、これは何、どのぐらい世の中にあるのですか。これはでもそんな目を見てみましょうか、多分手の数あ、見れるんや、見れます、見れます、うわ、世界で141枚しかないです。はぁ、すごい、世界ですもん、世界でです、はい、え、で、その中で点取ってるのが141枚、あ、世界にその点があるのが141枚なんで、普通のカード入れるともうちょっとまっすぐはあるんですけど、はぁ、はい、俺のセリフ取るなよ、俺俺だけ先に欲しかったはぁ、なるほど、でもって言うとおかしいけど、それでもこんな価値になるんですね。じゃあヒカルさんがずっと集められてるガンバリーリエなんですけど、これも最近値段上がりすぎてて手放してくれる方がいなくて、うちもこれ最後の在庫なんですよ。へぇ、それ聞くと欲しいな家賃分ぐらいです。何言うてんねんどんだけねん、設定ブレブレや、俺も金ない言うてんねん。どうする、どっちや、これ視聴者からどっちですか、これ 行った方がいい、どっちですか。ライブ配信で問いたかったね確かに、これどっちだ。でもそれ言われたらこれは欲しいな、1個それ言われたら、それも手放されへん、出てこないですって言われたらこれは欲しいよね。あ、そっち系のやつはなんかないんですか、その手放されへんっていうか、もう出てこへんでっていうような。だと本当に、まあもう前回当ててたんですけど、これ僕1枚持ってるのか、 あとはこちらのプロモの2枚とか、これそうなんですか、はい、値段やばい、欲しいな投機的な意味合いではないんですけど、はい、今後これ上がるでと思われる予想、はい、どれですか、それで言うと。この中だと、もっとまあ、これ、これ、これで、ただ出たばっかなんで、これもちょっと、結構最近すぐ上がってる。22は。あ、これは今後こうなるんやったらもう6倍やもん、ね。あ、そうですね、そうですね。あと、さっきのこのプロモカード。並び替えていいですか、全然全然全然。記憶力、ごめんなさい、すいません。ちょっとごめん、ゆうたくん、俺記憶力あれやろ、並び替えてくれ、一回並び替えてみて。やってます、やってます、なんだそれやれたな、そのまま今の温度がそのままやれたな。100とか行く見込みのあるものシリーズ、ちょっと面白い、勉強しようや、勉強しようや、100まで行くんじゃないかシリーズ、この辺が、え、これも行くよ、はい、え、ここもってことですか。こっちはもう超えちゃってるんで100あ、でも勝った方がいいシリーズ、そうですね、そうですね、はい、え、3? え、30? 30です。あ、でもこれは全然多分そこまでじゃないんで、あ、そうなんや、今あるのだと、そうね、聞くの分かる、プロじゃないと分かれへんもんな、これもっすね、ピカチュウ、昆虫系もすごい今上がってるんで、うん、はい、この真ん中、ごめんなさい、見に行くと、この真ん中、すいません、ここが、上がってくるんじゃないかと予想、まあ100超えてるものもありますと。でもちょっとだけ上がるとかだったら、ブイズとか多分すぐに上がるとは思うんですけど、ブイズ、ブイズ、はい、ほんとそういうこと、ヒカルさんがずっとあの無限回収するって言ってた、このブラッキーとか、うん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 、もう結構今最近値段がかなり高騰してきてるんで、はい、
狙い目はここじゃないかと予想です。ですね、これもほんま自己判断ですかね。これ投資の話してるわけじゃないんで自己責任で。うん、すいません、これは絶対ありますから。余力資金でね、僕みたいにポトバトル思ったら、港区の皆様今までごめんなさい、ディスっててごめんなさいね。インスタの件とかおごるおごれの件ごめんなさいね。僕もそっち側に行きました。パパに1億円もらってます。ごめんなさい。でもないです、僕の前ご飯だけ。でもこれいいかな。え、これはどうなん、動画的にはこれいくのか。いや、これはもうこれ1枚で結構1000万結構いっちゃいますけどね。750万なんで。あ、確かにこれほんま1000万か。はい、これで2枚1000万。もうこれとこれいかなあかんもんな。これでこれいくともうほんと990万ぐらいで。やばいって。今中ですごい顔してるからな俺。想像的な顔してるで今。酒飲みすぎた時の。黙れ。何言ってんのそんなもん。お前の酔っ払い方だろ。それぞれ酔っ払い方ちゃうわ。寝るやつ盛れば。なんでみんながってなんで。誰言うでしょそんなもん。うわー、いやそうか。でもこれめっちゃ好きやねんけど俺。ずっと言ってるっすねそれ。めっちゃ好きやねんけど。いや僕もうもうほんまににわか、僕のにわかであれですから、もともと画家じゃないで、売れてへんで、有名でも趣味でやってんねんけど、うん、おかんが絵を打って生計立てた時期があったんですよ。はいはいはい、油絵をもう昔からやってるから、うん、だからなんかもう好きやねん俺こういうの。好きやな、村上さんのあんなんとかも好きやねん。まあ、ヒカルさんから1億円融資してもらったんで、ちょっともしかしたら足してもらって全然1000万オーバーしても。うわー、3枚この3枚うーん、あなたら別にサブチャンネルしたいな。いや、確かに構成考えてくるよ。メイン1本、2本、3本、4本ってするわな。今日も来ましたー言うてな。それをやらせてくれよ。まあちょっと待って、じゃあ分かりました、すいません。これはもうおっしゃった通りなかなかないということと、これはやっぱり僕も、一発でかいの、ヒカルさんも持ってない、多分持ってないと思いますかもっていうようなもので1個やっぱりね、やっときたいと。これはでも、うん、クックさんが持ってるんかな、もしかしたら。クックさん持ってるかもしれないですね。それレベル感か、気まぐれクックっていう。はい、多分持ってるかもしれないですね。魚をもう何匹食ってる。わかんないです。え、これ行こうか。いやー行きます。まあそうそうね、それ買った方がいいっすね。結構硬いとは思います。990万、はい、うわ990万990万税込み、税込み、ああ。お前何やねん、お前何やねん。いやいや、このぐらいだったらもう税でも90万とかだって。そう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 、まあ、確かに。いやでも行くかも、そんな迷ってもありやした。うわマジで。ちょっとこれ買った後の、ごめんなさい、僕ほんまに言い訳じゃないですけど、カードの余震が俺1000万しかないはずやねん。あーカード、カード使ってへんから、はいはいはい、俺1000万しかないから一旦これ切らしてもらっていいですか。かしこまりました。うわー。でサブチャンネルで切れる分まで切っていくわ。マジっすか、マジっすか。切れる分までいくわ。やばー。まずこれから。でこれはもう無理やわ、絶対切られへんと思うわ。あーこの朝からね、これも切られへんかもしれない。450万、うん、50万サブチャンネルで切れました。いやじゃあ一旦これ切ってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。いいですか。うわあガチで。ちょっとすいません、これちょっとモザイクで、ごめんなさい、すいません。持ち方どうでもいいね。PSA ちゃうで。持ち方で傷ついてもいいんですよ。いやーやばいってこれ。うわーやったね。なんかね、投資は僕下手です、やってないです全然。まあちょっと株持ってるぐらいですよ。なんていうの、時計とか動画になってないんですけど、今度僕とんでもない時計、ほんまに買われへんの時計も買わせてもらうんですよ、うん、とか、まあリシャルも含めてね、今後そういう狙ってる時計がいっぱいあるんですよ、はい、であれもすごいと、今後ワクワクするものなんですけど、うん、なんかね子供と共有できるってのは一個乗っかってるよな。あずっと言ってますね、うん、でなんかその身近なんよ、俺の時代からあるし、今もアニメでやってる、まあいつ終わるか知らんけど、うん、ちょっとまた違うくない、時計とか車とまたちょっと違う、まあそうね、同じいいもの同士でも、はい、違う投資やねんな、なんか、うん、領収書もすいません、なんか違う、なんか違うワクワクやねん、うん、だからカッコつけて見せるもんではないやん、そういうのじゃまたないのに同じ興奮があるから、うん、これはなんなんやろこの興奮っていう感じやな。なんか趣味が混じってるような感じですか。趣味、そうだから、こちらの方でお会計させていただきますって。990万円で。ええやべえマジで。どっちだろうか。だからね、勝った時に嬉しいっていうのが承認欲求に乗っかってんねん、変えたっていうのとな、うん、見せびらか、時計の話とかね、車の話、うん、見せびらかすとかランボルギーニもいろいろあんねんけど、うん、これはもう自分だけやん、動画で皆様と共有するものはあるけどほぼ自分やん、うん、だって常に金庫に入ってんねんからさ、
もう日の当たらん暗いところで、うん、確かに。それやのに同じテンション感で嬉しいってすごない？まあすごいっすね。乗っかってるもんないのに嬉しいって、はい、ちょっとおかしい魅力。絵は飾るしな、これはまあ飾るもんええねんけど、俺は飾るわけじゃないし、やっぱ金庫に入りとかな怖いやんか。ちょっとなんか違うことない？なんすかね、確かに。でこれでな、あの子にモテるとかあったら分かるで、まだな、はい、同等やん車ってこと、うん、そんなんじゃないねん。そうありがとうございます。もう貸金庫借りました。とある貸金庫借りてます。そこにもう全部他、まあそうっすよね、借りんとも危ないや。ありがとうございます。うわー、じゃあこっからですよ。明日のサブちゃん、サブちゃん何を買ったか見ててください。ということでね、クロベースさん、ここはですね、概要欄載ってますと、時間をね載ってる通りなんですけど、向こうのねバーのところがあるということで、ちょっとドリンク1杯もしくは、使用料かなんか購入かなんかすれば向こう使えるということで、向こうで遅くまでカードゲームしたりとかやってるんですね、はい、っていう広い、ここの2倍ぐらいの広さはそこにあると。まあちょっと2倍ちょっと盛りましたけどまあ YouTuber みんな盛り癖あります正直ね、はい、で向こうはそういうスペースある。前回の動画見てください。もうこれ3本目です、メインチャンネルで。えげつないですね。やばいです。御社一番ちゃう、マジで。 PSA の量に関しちゃうと結構空き場で一番かもしれないです、もしかすると。逆にここ以外あるってないよな。ない、俺知らんねんけど。いや、ヒカルさんがもうオリパとかを絶賛してるんですよありがとうございます。ここはもう有料店やヒカルさんが痛いもんしてたもんな、どことは言わんけど。ああそうですね。えらい俺怒られたもんな、俺が悪いことしたんかなって言うから怒られたもんなヒカルさんって言った瞬間にえらい消そうかいてないやマジなビビったよな、まあ、確かに。さあやば、いやーちょっとドキドキする。まあじゃあこんな感じで、ちょっと短い動画になりましたけど、ポケモンカードこれどんどんやっていきますね。情報とかいろいろありましたらツイッターの僕のアカウントとかねフォローしていただいて、情報交換していただければ。結構ね DM 来るんですよ。コラボしましょうとか、はい、開封動画一緒に撮りましょうとか、はい、結構来るんですよ、はい、じゃがましいわって返すんですよ全員じゃあ黙れって返すんですけど、一応それは僕唯一返します。ということで本日もご視聴ありがとうございました。